次に質問終わりの方いかがでしょうか。あ、どうぞ。朝日新聞の里見と言います。よろしくお願いします。今日昨日と医師も交えて議論のある旧統一教会の財産保全の件で伺いたいんですけれども、立憲と一緒に共同提出を、法案されていると思うんですが、今この修正協議をしている中で、隔たりが大きいというのが取材の感触ではあるんですが、今後この、維新としてこの、どこまで譲れるのか、この防衛ラインというのをどのようにお考えなのかというのをお聞かせください。はい、ご案内のように立憲民主党さんとこの件については協調していくということで法案を提出しています。表の法務委員会の場面でもいろいろ議論が集中的に行われているということは承知をいたしておりますが、片方では国対ベースにおいてですね、いろんな細かい部分のこの交渉というものが今ずっと行われているというふうに報告を聞いていますので、どのラインというのは私から今申し上げることはできませんけれども、政治のことですから 100% 我々の考え方が通らなければ賛成をしないということにはならないと思いますので、国対また政調の部門でですね、時間の許す限りギリギリまでの交渉をしてもらうということになっています。それでもう一問なんですけれども、これ採決がいつになるかというのはちょっとまだ定まってないところなんですが、最終的にこの平行線で、まとまらない状態でですね、迎えたときに、これ維新さんとしてこの自民、公明、国民が出している案にこれ賛成することができるのかどうか、その辺もお聞かせいただけますでしょうか。はい、先ほどの質問とも関連すると思いますが、やはり一言一句変えないということであれば、我々が賛成することはかなり厳しいのではないかというふうに思います。この法律自体が被害者に遭われている皆さん方が経済的な回復をするための重要な法案だというふうに我々は考えていますので、そういった部分がどの程度実現する、目処が立つような中身になるのかということが最も重要だと思いますから、そこは中身を見ながら最終判断をしていく、そういうことになります。最後に、確認ですけれども、そしたらこの包括的な財産保全に必ずしもこれこだわることではないという、そういう認識でよろしいですか。どういう書きぶりになるかですね、法律ですから、そういったことが担保されるとか、そういうことが実行されるめどが立つとか、そういうような部分が判断する最終的な基準になってくると思います。